彼女が公爵邸に行った理由について語ります。まあ、この作品、まあ、韓国の小説からコミカライズされた作品で、まあ、ジャンルとしては、まあ、悪役令嬢異世界ものになるのかな。うん、まあ、あらすじとしては、まあ、冴えない浪人生だった、まあ、花咲凛子あるいはパク・ウナさんが、まあ、何者かによって殺害されて転落死したんだけど、まあ、次目が覚めた時には、まあ、小説の世界の中で、まあ、レリアナ・マクミランっていう、まあ、貴族令嬢に転生してましたと。うん、元々の設定だと、まあ、レリアナは婚約者に暗殺される運命にあったから、まあ、二度目の死を回避するために、まあ、ノアっていうイケメン公爵のもとに、まあ、半年だけ婚約者のふりをしてもらうってことで、まあ、公爵邸に行くことになるんだけど、まあ、その間中でノアとレリアナは心惹かれていく。そしてなぜ転生したのかっていう、そういう話ですね。まあ、いつもの感じではあるんですが、まあ、この作品のなんか優れてるなって思うのは、まあ、キャラが綺麗だなっていう感じです。あれ、ウェブトゥーン縦読みの漫画のやつあるんだけど、あれをテンポを再現したらこうなんだろうなっていうのはちょっと感じます。うん、これね、良くも悪くもそうなんだけど、この作品動きとかそういう演出に関しては、まあ、あまりこう動かさない方向に進んでるんだよね。まあ、基本的にあまりバトルシーンとかあるようなタイプのファンタジーじゃないから、まあ、そこはまあいいとして、まあ、その結果主要人物のバストアップってかなり綺麗に力入ってるなっていうのは感じるんですよね。まあ、レリアナとかちゃんと可愛いですし、まあ、ノアがちゃんとイケメンしてるっていうところとかは、まあ、ちゃんと書かれてるのが、まあ、この作品のアニメの演出かなって思う。まあ、名前出しちゃうと、最近だと、お隣の天使様とか、伊勢レベとか、まあ、あの辺のナロー作品に合わせても感じるところでもあるし、作画を綺麗にする代わりにあまり動かさないっていうところとかあるんだけど、やっぱこう毎週ちゃんと主人公と可愛いところとか見せてくるっていうところは、まあ、うまくやってんじゃないかなって思います。まあ、コスパ的に考えてみても、簡略化されたキャラデザインのキャラを無理やり動かすよりかは、まあ、原作に忠実なキャラを必要最低限だけ動かして、あとは声優さんに任せるっていうのも、まあ、僕はそれね、一つの演出技法だと思ってます。まあ、公爵邸に関しては、まあ、思ってたよりかなりいいアニメだなって思うし、まあ、アニメトレンディングとかで結構人気あるのも頷けるような作品だと思います。まあ、ここだけの話、こう、国籍にあまり戦果をつけるつもりってあまりなくて、まあ、問題発言とかしたかったり、まあ、今ちょっと喧嘩売ってこなければ、どこが作ってもいいかなっていう部分もあるにはあるんですよね。うん。破滅の王国のアニメに関しては多分あんま触れないようにしてると思うんですけど、アニプレと A1 の俺だけレベルアップな件については、まあ、やっぱこう、聞かれるところもあるから、あっちも期待してますし、まあ、なんていうか、こういうのは、ちゃんとクオリティで勝負してくるっていうのが、まあ、結構熱いところだと思います。ちなみに、公爵邸に関しては、まあ、タイフーングラフィックスっていうのがあるんだけど、まあ、ここはちゃんと日本のアニメ会社のところで、まあ、唐突にエジプトシーン2とかやってたところなんだけど、まあ、うまくやってる感じがします。うん。ということで、公爵邸は、まあ、安定の令嬢ものっていうことで、まあ、結構楽しんで見てます。以上です。